ヒラノ仕様の新たな一歩、戸部合流で完全解禁。ジャニーズ隠れ有名人弟たちも躍進。始まりの一歩、キングプリンスからの卒業後、ヒラノ仕様は新たな挑戦に向けて動き出しています。7月7日、滝沢秀明氏が代表を務める新会社、株式会社戸部への移籍を発表し、それと同時にファンクラブや SNS アカウントを開設。 近畿とされていた家族の顔出しも解禁し、ファンたちに新たな一面を見せています。家族の絆、SNS を通じて解禁、平野仕様の SNS 活用に注目が集まっています。ジャニーズ事務所に所属していた頃から SNS は積極的に利用してきたものの、家族の顔出しは控えられていました。しかし、 トベの遺跡を機に、紫テルは自身のインスタグラムで弟平野リキさんとのツーショット写真を公開。以前から兄弟でダンスユニットを組んでいたことが明かされ、その姿はファンにとって新たな発見となりました。リキさんはジャニーズ事務所を離れた後、アパレルブランド RKSRICKY の代表として活動しています。さらにアーティストとしての顔も持ち。 ソロで写真集を出版するなど、マルチな才能を発揮しています。紫テルが以前に、RKSRICKY のロゴ入り T シャツを着用した写真が話題となり、スペルスマーケティングではないかと噂されたこともあったが、解禁後は兄弟の絆を公然と披露しています。新たな舞台、ジャニーズ隠れ有名人を尊たちの動き、飛べ合流も、平野仕様だけでなく、 他のジャニーズの弟たちも新たな舞台で活躍しています。セクシーゾーンの菊池風馬の弟であり、主演連ドラ、ウソコンに出演中のオトナカバさんは、今年3月にプロボクサーとしてデビューしました。ウィジンでは不戦もありましたが、7月28日のボクシング東日本新人王ライト級の準々決勝戦での進出が決定。将来性が期待されています。オトナカバさんは高校生の頃、 父親でありミュージシャンの菊池恒俊さんと共にメンズファッション誌に登場したこともあり、その美形ぶりは注目を浴びていました。体育トークや YouTube にも積極的に投稿しており、風磨きファンだけでなくボクシングファンも引き込んでいます。なお、恒俊さんは嵐のデビュー曲、A, R, A, 誌の作詞家としても知られており、大人かばさんの才能が家族に受け継がれていることが伺えます。兄弟愛。 他にも、ジャニーズの有名人弟たち、平野志耀、菊池風馬に続き、キスマイフット2の藤ヶ谷大輔の弟、良介さんも注目の存在です。良介さんは美と健康のために開発したドリンクを中心に販売する会社、MORINGAYA の代表を務めており、その製品は製薬会社や管理栄養士とのコラボレーションによって生まれたもので、信頼が厚いようです。美系で兄に激似という点でも、 紫テルや風磨きと共通する特徴が見受けられます。これらのジャニーズのブラザーたちが活動の場を広げる中で、両親の自慢の一員として存在感を発揮しています。ジャニーズ事務所を離れても、兄弟愛が輝きを増しているようですね。新たな一歩を踏み出したジャニーズの兄弟たち、飛辺合流を果たした平野仕様を中心に、ジャニーズの有名人兄弟たちがそれぞれの分野で活躍を続けています。 SNS を通じて家族の絆を解禁し、新たなファン層を開拓している紫ティル。ボクシングでの活躍が期待される大人カばさん。そして、美と健康を提案するりょうすけさん。彼らはジャニーズ事務所を離れても、兄弟愛を大切にし、それぞれの分野で成功を収めています。これからも彼らの活躍に期待が高まりますが、一方でジャニーズ事務所を離れても、なお注目を集める彼らの存在は、 ファンや視聴者にとって新たなエンターテインメントとなることでしょう。彼らが切り開く未来に、ますます注目が集まります。